ランの好きなタイプは？好きなタイプ、上げ出したら結構キレイなんですけど、はい、はい、まあ優しい人、面白い人、センスがいい人とか、まあ、知識がある人とか、なんか尊敬できる人とかいっぱいあります。価値観が合う人とかも大事かな。食の好みが一緒とか、ちょっと色気のある人とかいっぱいある、止まらない、はい。続いては橋本の理想の彼を発表。黒髪ボブ。え、はい、黒髪ボブの男性が好き。ボブって、なんかえこれボブっつうの。前髪がちょっと 重めて結構こう後ろから持ってきてあって、はい、俺ですね。いや日村さん、俺ですね。重めだ。俺か、黒髪で。この辺をなんか買ってあるっていう。はい、買ってます。あれ出た、俺じゃん。日村さんのその、あのパッツンカットがちょっと軽くなればいいかもしれないです。はい、前髪の部分がなんか全体的に、ああ全体的に、このぐらいになる、このぐらいになる、このぐらいは違う、ちょっと違う、お前じゃない。とにかくそういうことだろ、お前ではない。全員タグからボブっぽいじゃん俺、なんか、うん、全体的に。おいボブって、はいはい、ボブです。どうもボブです。まあでも日村さんがまあ近いは近い。今のところ俺にしとこうよ。黒髪ボブ、日村さんのセットも着るしね。俺が近いんだよね、はい、京都デート、日村さんできる。めちゃめちゃ知ってるよ京都で、おお、八つ橋もすげえ食うし俺。俺ね、もう頼むよ君。俺ね、うん、はい、俺でした。いやいやいや。